レゼルバ予約システムです。本日のセミナーは、これからレゼルバをご利用いただく方、まだ初期設定が終わっていない方向けに、スクールタイプの予約サイト完成までを解説するセミナーとなっております。はじめに、レゼルバ予約システムの概要について説明いたします。次に、今回のテーマである予約サイト作成方法を説明いたします。アカウント登録方法、予約サイトのタイプ説明、レッスン設定方法などについて順番に解説します。 最後に、スクールタイプをご利用いただく皆様に役立つ機能や、事前カード決済サービス、レゼルバペイメントについてご紹介いたします。それでは、早速、レゼルバ予約システムの概要について説明します。レゼルバは、予約サイトの設定や、予約確認、顧客情報の管理などを行う、管理画面と、利用者が予約を行う、予約サイトの2つに分かれています。まず、管理画面へのログインから説明します。 こちらのビジネス ID ログイン画面でアカウント登録した情報を入力して管理画面へログインします。管理画面へログインすると初期設定が終了している場合はこのような画面になります。初期設定が途中の方は初期設定のステップが表示されます。初期設定が終了している方はこちらの予約サイトを見るをクリックすると予約サイトを確認することができます。 レッスン登録やレッスン実施日の登録など各種設定についてはこの歯車ボタンから行います設定した内容が予約サイトに反映されます予約管理や顧客の管理など日々の運用面ではこちらを利用します予約件数や口コミなどの集計分析はこちらから行いますオンラインカード決済の申請やプラン変更など契約についてはこちらで行いますレゼルバメールやクーポンなどのサービス追加はこちらから行います 一方、予約サイトは主にレッスンの受講者が予約を行う画面です。こちらは予約サイトのトップ画面でレッスンの開催日程がカレンダーで表示されています。予約したいレッスンを選択するとレッスンの詳細画面が表示されます。予約を進めると予約者の情報入力画面が表示されるので必要項目を入力します。次に最終確認画面になり完了するをクリックすると予約完了となります。 ここからは予約サイト作成方法を説明いたします。予約サイト作成の流れはこのようになります。これから順に詳しく説明していきます。はじめにアカウント登録についてです。レゼルバ予約システムを利用開始するにあたり、レゼルバビジネス ID のご登録が必要となりますので、登録方法をご説明します。まず、レゼルバホームページにアクセスしていただき、ホームページの右上、新規登録をクリックします。 すると、画面が変わりますので、こちらに、ID になるメールアドレスと、パスワード、半角英数字8桁以上を入力します。その後、利用規約、および、プライバシーポリシーを確認し、同意した上で、仮登録メールを送信、をクリックしますと、仮登録メール送信、完了画面が出てきます。ご登録いただいたメールアドレス宛てに、このような、仮登録メールが届きますので、会員登録用 URL をクリックし、本登録へ進みます。 本登録画面に遷移したら、画面に従い、情報を登録していきます。はじめに、氏名、電話番号などのアカウント情報を入力してください。赤い星マークがついている、氏名、および、電話番号は必須項目となりますので、最低限、そちらは入力してください。会社名などの任意項目は、必要に応じて入力をしてください。次に、利用企業、店舗情報を入力します。 レゼルバコード、称号、業種、所在地は必須項目となりますので、最低限、そちらは入力してください。まず、レゼルバコードを登録します。レゼルバコードとは、ご利用になる予約サイトの URL の一部になるものです。具体的に説明をしますと、こちらが予約サイトの URL になります。レゼルバ .b スラッシュまでが固定の URL 部分となっており、スクールテスト01の部分が、レゼルバコードで自由に決めることができます。 こちらの URL を予約者に周知したり、既存のホームページにリンクを貼ったりして、予約してもらうことになります。なお、レゼルバコードは登録後の変更はできませんので、ご注意ください。次に、称号を入力します。称号には、企業名、または店舗名を入力してください。メールの差出名となり、全角30文字を超える場合は、省略表示されます。業種では、プルダウンで候補が表示されますので、企業、店舗の業種を選択してください。 次に、企業、店舗所在地を登録してください。次に、タイムゾーンおよび、通貨を設定します。こちらは設定後、変更ができませんので、ご注意ください。タイムゾーンは、予約サイトの時間帯となります。予約サイトを利用する店舗、または、企業が日本の場合は、大阪、札幌、東京を選択してください。通貨は、予約サイトの金額表示が日本円の場合は、日本を選択してください。それ以外の場合、ご希望の通貨を選択してください。 確定するをクリックしますとアカウント登録が完了します。最後にレゼルバ予約の利用を始めるをクリックし予約サイトの初期設定へ進んでいきます。次は予約サイトのタイプ選択です。最初に予約タイプをお選びくださいという画面が表示されます。レゼルバでは事業内容に合わせて6種類の予約タイプをご用意しております。 今回説明するスクールタイプは運営者があらかじめ予約できる日程を設定し、レッスン受講者はその日程の中から選択して予約を行うことになります。受講者は設定されていない日程を選ぶことはできません。この表を例にするとコースごとに異なる日時が設定されており、受講者はその決められた枠から選択して予約を行います。またスクールタイプに関しては同じレッスンでも日程ごとに定員数が変わる場合に向いています。 タイプ選択でよく皆様が間違えるケースとしてあるのがサービスタイプですサービスタイプに関してはスクールタイプのように決められた日程から選択するのではなく店舗の営業時間内で予約者が好きな時間を選ぶタイプとなります分かりやすい例としては美容室やネイルサロンなどの予約となりますスクールを運営される方においては営業時間ではなくレッスンごとに開催する日程が決まっていることが多いので大半の場合はスクールタイプが適しています それでは、設定方法の説明をいたします。予約タイプをお選びください。の画面で、スクール、アクティビティタイプを選択します。予約サイトのタイプは途中変更ができないため、お間違いないか確認の上、確定するをクリックしてください。これでタイプ選択は完了です。次は、ステップ1で、スクール情報を設定します。予約サイトの名前や、スクールの案内などを設定します。最初に、こちらの設定画面が表示されます。 スクール情報を設定すると予約サイトの About Us の情報を登録することができます。予約サイトのイメージはこちらになります。それでは設定方法を説明いたします。はじめのビジネス情報登録はアカウントの登録時に設定したものが表示されています。変更が必要であればこちらで行ってください。称号については予約サイトには反映されずメールの差し出し名になる部分です。 電話番号、所在地やアクセス方法、ホームページ URL については必須項目ではありませんが、設定すると予約サイトの About Us に反映されます。次にサイト情報を登録します。予約サイト名と企業、ビジネス概要は必須項目となります。予約サイト名は予約サイトの名前となる部分です。企業、ビジネス概要はスクールの紹介や案内を記入してください。 ロゴまたはイメージ画像は必須項目ではありませんが設定した場合は予約サイト名の上に画像が表示されますファイルを選択をクリックしてご自身のデバイスに保存されている画像をアップロードしてください次のタイムゾーン通過選択についてはアカウント登録時に設定した内容が表示されています変更はできませんのでご注意ください最後に確定するをクリックしてスクール情報設定を完了してください スクール情報設定の内容は予約サイトではこのように反映されます。次はステップ2のレッスン設定です。レッスン内容や開催日時、定員数などを設定します。最初にこちらの設定画面が表示されます。レッスン設定では予約サイトのトップ画面のこの部分やレッスン選択後のこの部分について設定します。メニューとはレッスン名のことを指します。 スクールを運営する場合、基本的にはレッスンがメニューになります。はじめにメニューを登録するをクリックします。まず、レッスン内容や料金などを設定します。メニュー名は登録したいレッスン名を入力してください。カレンダー表示用名称とは予約サイトのトップ画面を時間割表示にした場合のレッスン名の略称です。時間割表示についてはステップ3で説明いたします。 メニュー概要にはレッスン内容や注意事項などを記入してください。メニュー画像及びギャラリー画像は予約者に見せたい写真を設定してください。なお、ギャラリーは20枚まで登録できます。次にメニューの帯色ですが、メニューごとに異なる色を設定しますと予約者はレッスンの区別がしやすくなります。また、管理者も管理画面の予約確認カレンダーにおいて区別がしやすくなるので、レッスンごとにわかりやすい色を設定してください。 次は予約を先着順で確定するか承認性で確定するか設定をします予約を即時確定にする場合は先着順性を選択してください仮予約状態にし管理者が予約を承認して確定させる場合は承認性を選択してください次にメニューの公開設定をします設定しているメニューを予約サイト上で公開にするか非公開にするか選択できます次に料金設定をします 料金区分はデフォルトで単一となっております単一とは1種類の料金のみ設定することです複数料金区分を設定することも可能ですがその場合エンタープライズプラン以上のご契約が必要ですレッスンに受講料がある場合は所定の料金を入力した後税込みを選択してくださいなお無料レッスンの場合は料金の入力は不要です料金について特記事項があれば入力してください 最後に、確定するをクリックしてください。次に、レッスンの開催日時及び定員数を設定します。開催日時については、まず、開催日を設定します。四角のカレンダーマークをクリックすると、カレンダーが表示されますので、開催日を選択してください。次に、開催時間を選択してください。5分単位で設定が可能です。また、毎日、同じ時間で開催する場合などは、繰り返し設定も可能です。その場合は、上記の内容で、 繰り返し設定するにチェックを入れて毎日毎週毎月のいずれかを選択します最後に繰り返し終了日を必ず設定してください終了日の枠に直接年月日を入力していただくか四角のカレンダーマークをクリックしてカレンダーから終了日を選択してください次に定員を設定します上記の開催日時で何人まで予約できるかを決めて入力してください 開催場所名、開催場所住所、開催場所リンクについては任意項目ですので、必要に応じて入力してください。最後に、「確定する」をクリックして、設定を完了してください。レッスン開催日時、定員の設定が完了すると、このように表示されます。さらに日程を追加したい場合は、「日程追加」をクリックしてください。既存の日程を編集したい場合は、「編集マーク」をクリックしてください。 また、既存の日程を削除したい場合は、削除マークをクリックしてください。日程の設定が完了しましたら、メニュー一覧に戻るを選択してください。なお、追加でレッスンを設定する際は、メニューを登録するをクリックして、同様の手順で設定を行ってください。レッスン設定が完了したら、次のステップへ進むをクリックしてください。レッスン設定の内容は、予約サイトのトップ画面では、このように反映されます。 また、レッスンと日程を選択した後の画面では、設定内容がこのように反映されます。最後に、ステップ3で、予約サイトのデザイン設定、および、受付ポリシーなど、その他詳細設定を行います。最初に、こちらの設定画面が表示されます。その他詳細設定では、これらの項目を設定します。予約サイトのデザイン設定、および、予約受付締め切り、キャンセル受付締め切りは、必ず設定をお願いします。 予約の運用関連で変更を行いたい場合、まずはその他詳細設定をご確認ください。まずは予約サイトのデザイン設定を行います。予約サイトのデザイン設定では、トップ画像の設定、およびトップ画面の表示方法の設定を行います。まず、予約者が予約を行う画面に表示されるトップ画像の設定をします。ファイル選択をクリックするとアップロード画面が表示されるので、ご自身のデバイスに保存している画像の中から選択してアップロードしてください。 アップロードが完了しますとこのように画像が追加されます。また予約サイトではこのように表示されます。次はトップ画面および日程画面の表示方法設定について説明します。レゼルバのトップおよび日程選択画面は4種類の表示パターンがございます。まずトップ画面で一覧からメニューを選択し次の画面で予約日程をカレンダーから選択するパターンがあります。 二つ目にトップ画面で一覧からメニューを選択し次の画面で予約日程を一覧から選択するパターンがあります三つ目にトップ画面でメニューおよび日程がカレンダーで表示されメニューと日程を同時に選択するパターンがあります四つ目にトップ画面でメニューおよび日程がリストで表示されメニューと日程を同時に選択するパターンがありますこれらの表示パターンについてはトップ画面表示方法から設定ができます まず、トップ画面で、一覧で表示するか、時間割で表示するかを選択します。一覧形式を選択する場合は、予約日時をカレンダーで表示するか、一覧で表示するかを選択します。また、時間割形式を選択した場合は、トップに表示される日程について、カレンダー表示か、リスト表示を選択してください。次に、予約受付締め切り、および、キャンセル受付締め切りを設定します。 予約受付締め切りでは予約サイト上で予約者からの予約をいつ締め切るか設定ができます。特に締め切りを設けない設定から最小1時間、最大14日前までの中から選択できます。例えば予約日時が12月10日、14時の場合予約受付締め切りを1時間前に設定すると12月10日の13時まで予約を受け付けることができます。 また、予約受付締め切りを前日に設定すると、前日の12月9日、24時まで予約を受け付けることができます。次に、キャンセル受付締め切りを設定します。キャンセル受付締め切りとは、予約者自身が予約サイトから予約をキャンセルできる期限のことです。予約者自身でキャンセルができないキャンセル負荷、及び最小1時間から最大14日前までの中から選択ができます。なお、キャンセル受付期限を設けない設定もできます。 予約日時が12月10日14時の場合、キャンセル受付締め切りを1時間前に設定すると12月10日の13時まで予約者が自らキャンセルをすることができます。また、キャンセル受付締め切りを前日に設定すると前日12月9日の24時まで予約者が自らキャンセルをすることができます。予約受付締め切り、キャンセル受付締め切りともに管理者の方は締め切りを過ぎても予約登録やキャンセル処理を行うことができます。 次に、プライベート機能を紹介します。プライベート機能とは、予約サイトにパスワードをかけて、閲覧制限する機能です。テスト運用中や、クローズドな運用を行いたい場合に、便利な機能ですので、必要に応じて設定してください。予約サイトのアクセス時に、合言葉を入力させる、にチェックを入れると、入力画面が表示されます。例えば、こちらにテストと入力して登録すると、予約サイトのトップ画面では、次のようになります。 予約サイトのトップ画面に合言葉入力画面が表示され合言葉を知らない方は予約サイトの中に入ることができません。次は来店、来場処理機能を紹介します。来店、来場処理機能とは予約されたお客様が実際に来店、来場したかを管理することができる機能です。来店、来場を利用するにチェックを入れて登録すると予約当日に来店、来場処理ができる緑色のボタンが管理画面の予約一覧に表示されます。 予約だけでなく、実際に来店来場したかを管理したい場合は、こちらをご利用ください。シンプルアンケートから Google Analytics までについては、必要に応じて設定してください。すべての設定を終えたら、確定するボタンをクリックします。基本設定が終わると、高度な設定を行う画面が表示されます。高度な設定には、予約時アンケートや会員機能設定など、便利な機能が多数ございますが、ほとんどが有料プランで利用できる機能となります。 役立つ機能については、後ほどいくつかご紹介いたします。今回は、高度な設定は行わず、一番下までスクロールして、初期設定を終了する、をクリックしてください。初期設定を終えると、予約サイトが作成されました、と表示されますので、右上の×ボタンをクリックして、ダッシュボードに遷移してください。完成した予約サイトは、管理画面右上の、予約サイトを見る、をクリックすると、確認することができます。 続いて予約サイトのプラン変更方法について説明します。プラン変更は管理画面の契約および決済の契約プランまたはプラン変更をクリックしてください。遷移した画面で変更したいプランを選択します。次にプランを変更するタイミングを選択します。即時変更か次回更新時に変更するか選択してください。 ここからはスクールタイプの方に役立つ機能及びサービスをピックアップしてご紹介します。まずは、Zoom 連携機能です。Zoom 連携機能はゴールドプラン以上からご利用いただけます。Zoom とは複数人での参加が可能なオンラインミーティングシステムです。現在、レゼルバではヨガ、オンラインカウンセリング、会社説明会、オンライン接客などさまざまな用途で Zoom 連携をご利用いただいております。 ズーム連携を利用しますと、オンラインレッスンを効率的に実施することができます。ここで、ズーム連携を利用している場合と、していない場合の違いを簡単に説明いたします。まず、Zoom 連携をしていない場合についてです。基本的に手動での作業が多くなり、レッスン開始前においては、予約者がレッスンを予約した後、管理者は、ミーティングを手動で作成します。その後、管理者は、作成した Zoom の参加 URL をメールなどで各予約者へ案内します。 レッスン開催時においては、予約者は管理者が周知した Zoom の参加 URL をもとにオンラインレッスンに参加します。管理者は管理画面で参加者を確認しつつ、Zoom にログインし、ミーティングを開始します。一方、Zoom 連携をしている場合は、手動での作業は不要となり、予約者がレッスンを予約しますと、予約完了した時点でオンラインミーティングが自動で作成されます。 オンラインミーティングに参加するための URL やパスワードは、レゼルバから予約者へメールで自動送信されます。予約者はメールに記載されている Zoom 参加 URL からオンラインレッスンへ参加します。一方、管理者は Zoom にログインしなくても、レゼルバの管理画面から簡単にオンラインレッスンを開始することができます。また、予約者がオンラインレッスンに参加した時点で、システムが自動で来店処理を行い、参加記録を取ります。 次に広告非表示についてご紹介いたします。シルバープラン以上から予約サイトに表示される広告を非表示にすることができます。予約サイト上にはこのように広告が表示され、管理画面にも広告が表示されます。これらの広告を非表示にすることができます。次に紹介するのは複数料金設定です。エンタープライズプラン以上から一つのメニューで大人料金や子供料金など複数料金を徴収できます。 こちらが複数料金を設定した場合の予約サイトのイメージです。複数料金を設定しますと、このように複数の料金区分が表示されます。次に紹介するのは、予約リマインドメール機能です。ゴールドプラン以上からご利用いただけます。予約をした方で、当日来ない方の大半は、予約自体を忘れてしまっている場合が多いです。予約日よりも前に、予約内容を通知して思い出してもらうことが重要です。 その時便利な機能がリマインドメールです。レゼルバでリマインドメールを設定すると来店予定の前日に予約内容をメールで自動送信します。次に紹介するのは予約時アンケートです。ゴールドプラン以上からご利用いただけます。実際に追加したアンケート項目のイメージ画像をご覧ください。こちらが予約時アンケートとして追加した項目になります。 こちらの機能を利用すれば、来店前に確認したい事項を予約画面に追加することができ、事前に知りたい情報を把握できるので、お客様への対応や準備がしやすくなります。ラジオボタンやチェックボックス、自由入力など、様々な形式の質問が追加できます。最後に、レゼルバペイメントについてご紹介いたします。こちらは、プランに関係なくご利用いただけるサービスとなります。レゼルバペイメントとは、予約システム一体型のオンライン決済サービスです。 レゼルバペイメントを導入しますと予約時に予約の代金まで自動で決済することができます利用可能なブランドは5つでビザマスター JCB、アメックスダイナースがご利用いただけます初期費用は0円で月額固定費も0円です決済手数料が4.9%となりますレゼルバペイメントの申請方法は管理画面の契約および決済の中にある決済サービスからできます 事前カード決済利用状況の申請するを選択すると情報入力画面になりますので会社情報や代表者の情報を入力してください。2週間から4週間ほどで審査が完了しますので審査通過後レゼルバペイメントをご利用いただけます。以上で予約サイトの作り方セミナーを終わります。最後までご清聴いただきありがとうございました。レゼルバの使い方についてご不明な点がございましたらサポートセンターまでお問い合わせくださいませ。 本日はありがとうございました。